触れるんやったら触ってみろ。触ってた。あれ触ったマジでやばいから。うそやん、うん。マジでやばい。そんなん持ってくんなんやもう。どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元火葬場職員の下田花尾です。ジュース。いやちょっとですね、今ちょっと噛みそうやったやん。呪物つめない。呪物噛んだらもう終わりやろ。4文字ぐらいやねん。いやいや、そう思ったよ。だから終わりなんかな、この人と思って。いや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 、もう終わったなぁ思って。いやいや、あのイベントがあるでしょ。はい、明日、明日、今日か、もう今日か、今日やな。23、24、25。ああ、まあそうですね、うん、一応。はい、あの小さいところでやるやん。いやもうビビり上げるぐらいでかいところやけどな。いや、お台場でやるじゃないですか。ええ、お台場でね。あそこに呪物を展示するんですよ。おうおうおう、呪物を展示するんですよ、はい、でちょっとそれをね、うん、どうしようかなと思って、うん、選択をしてて、はあ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 、その動画を持ってきたんで、おうおうおう、ちょっとみんなに見てもらいたいな。はい、こちらです。どうもオカルトコレクター田中俊之です。不思議大百科のイベントが23、24、25と、恐ろしい夜会というのが開催されるんですけど、そこに呪物を展示しようということで、まあ、30点ぐらい。それをね、今からちょっと、選定していこうかな。まあ、これ、まあ、管理って言って、下田さんと二人で買ったやつ、買った呪物。人骨笛。これは持っていこうかな。これは呪物展でも展示しましたからね。これちょっと持っていきますわ。まあ、チャーミーはもうマストでしょ。チャーミーは僕が呪物を集めるきっかけになった人形なんで、チャーミーはもう必ず持ってきます。これは不思議大百科でも紹介してるんで、顔が変わる市松人形は これもちょっと持っていきますわ。マントーンも行きましょうか。マントーン行くでしょ。でちょっと見えにくいんですけど、このミッテラガヤガの69からいただいた寺院指紋、これも不思議大百科です。紹介してるんで、持っていきます。受訓図のヘッドマスクも持っていきますよ。ちょっとみんなが嫌がるやつ、まあ、嫌がるっていう紹介も怖いんですけど、まあちょっと実害があった日本人形、ね、これはあんま触ったらあかんので、持っていくでしょ。でブードゥー関係はこの辺にあるんで、ぼっちを持ってきます。なんかね、今回触れる呪物っていうのをみんなにね、来ていただいた人にこれみんなが触れるような呪物ってなんかあるかなと思って、今思ったのがこれですね。市民なり小1位でしたっけ、正1位でした。由緒あるあのみなりさんの重軽石っていうのがあるんですよ。持って重かったら、その願いはなかなか叶いにくい。で軽かったらあのその願いが叶うということなんで、これみんな持ってもいいんちゃうかな。なんていうの、まあ言いにくいですけど、まあある事件があった家から出てきた水晶、これ別に触ってもいいですよ。みんな触れるもんで、ちょっときつめのを持っていきたいなと思って、これも中見せれないんですけど、あの箱に入ってる特大の藁人形が、もう思いっきり呪いかけられてる。で、まあ、マヤザル信仰の、まあ、呪物、猿の本も持っていきたいなと。こんな感じで30個選ぶので、ね、ゲータさんいいっすかね、こんな感じで。まあ、呪物コレクターなんで、まあ、確実にセンスのいいものを30個ぐらい、こっから持ってきますから。あんま出してないやつとかも結構あるんで、なんかその辺は、まあ、会場に来てのお楽しみということで、ぜひ23、24、25のあのフジテレビのあの丸いところで行われる恐ろしい夜会、不思議大百科で2人で一応やりますんで、呪物持っていきますんで、展示しますんで、見れますんで、これは3日間ぜひお楽しみにしてください。なんか相変わらず
気になってるよな、家が。いや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 、引っ越したんかっていうぐらい。いやいやいや、増えてるやん、ごちゃごちゃやん。あの不思議大百科でねやってるやつとか、うん、あ、そうそう、不思議に出たやつも行ってんだよ。おお、いいっすね。その辺も持ってきてるんで、はあ、はあはあはあ。で、触れるやつ。あ、触れるやつね、うん、あれ何、あの重軽いし。そうそうそう、あれ持って行くん。いや、あれな、うん、ちょ持って行こうとしてんけどさ。え、何、うん、ちょ重すぎんだよあれ。重いんやったら どうなんやったっけ。夢が、夢が叶わんの。うせやん。え、あれちょっと持って行けんかもしれん。 え、そんな重たいん。持って行けんかもしれん。軽いしじゃん、夢が叶えたら軽いんやろ。俺持ったけどめっちゃ重い。いや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 、重いって。うせやん、あかんやん。おう、あなたの夢って何なの。いや、特にないからさ。ないよな、ないよな。あ、重い、なんなんやろな。まあ、ちょっと頑張って持っていけたら。あ、そう。けど、その他にはなんか、あの、あ、もう触ったら死にますみたいなやつ。うん、それは持ってきてる。うせやん、うせやん、うん、マジで。動画内ではちょっと開けてないけど、うん、触れるもんなら触ってっていうやつ。なんか一つと、動画でもなんか言うてたな。そうそう、うん、だから特大わら人形を持っていくのよ。あの箱に入ってるやつやろ。そうそう、うん、あれはもう触れるんやったら触ってくださいっていう。え、なあれは何、展示の時って開け、どうするの。いや、開けとくよ。え、マジで。うん、あれ触れるんやったらもう、うん、触ってください。あの自己責任で。多分触らへんと思うで。あ、そう、うん、嫌やもん、なんか。うせやん、そうな、うん、はい、え、それがまだあんの。あと、チャーミーね。あ、チャーミーね、一応触れるということで。あ、みんなを、あ、チャーミー触れんの。抱いて写真撮ったりしてください、うん、あ、ほんま、うん、あ、すごいね。いや、ありがとうございます。そんな感じなんで、まあ、なんかあの呪物といえば、ほら、田中さん本がね、うん、出まして、ここにね、はい、あのずっと温めといた、はいはいはい、あ、そんなとこに、うん、ずっと温めといた。あ、違う。これ誰のこれ。俺、トシボーイ。これトシボーイズやわ。トシボーイズで、しかもあの俺も頼まれてて、うん、あの間に合って入らんかったよ、本屋。ああ、あなたの話が。そうそうそう、うわ。あ、そう、すいません。皆さん、トシボーイズの呪いの手紙の怖い話もぜひお願いします。ちょっと待って、もうちょ、もう一回行くわ。すいません、すいません、お待たせしました。はいはい、こちらですよね、ヒトコア2です、ね。いや、違うよ。あ、これも乗ってるけど、ラムさんね、これ。ラムさんのやつ。あ、俺も乗ってる。あ、乗ってんの、これは。乗ってる、乗ってる。あ、これはちゃんと、あ、ほんまや。書いてる、書いてる。俺ら書いてあるよ。下駄花を田中としてくて書いてあるわ。うん、あ、これ、ぜひ買ってください、ね。はい、これ皆さん、ヒトコアのね、話乗ってるんで。以上です。なんでやねん。そう。あ、田中さんの本ね。俺の本は、はい。出たよ、これ、田中さんの本です。いやいや。これもう、あの、なんか、汚物の持ち方やから。あ、これ田中さんのね。そうそうそう。はい。呪物収集録。はい。呪物収集録ですね。はい、こちら。これ、あれやね、中見たらさ、うん、あの、え、見やすいね。あ、そうやろ。ちょっと出してもいい、別に中とかって。なんかこういう感じです。こういう感じ、うん。ほら。写真と図解と文章があって、すごくよく、で、あの不思議大百科でもね、まあ、出てるやつももちろんあるんですけど、うん、僕ね、一個一番ね、うん、あのこれはね、本当面白いなと思うやつが一個あって、うん、それがね、あのこちらなんですよ、うん、これ、はい、ジーン・シモンズの人形、これ出したん、これ出したん、これだから、うん、ギリ滑り込み、滑り込みで入れたん、これ、そうそうそう、あ、そう、うん、でね、あの、うん、これ僕、あ、ジーン・シモンズやと思って。うん、で、僕読んだんですよ。不思議ね。そうそう。で、そしたら、その、ジーン・シモンズの、まあ、その、起こった出来事とかが、まあ、すごい書いてあるんですよ。書いてある。こう、こう、こうで、こうで、ああで、って言って。うん、で、それで、まあ、文章最後でね、うん、まあ、なんか終わってるんですけど、うん、この話ってさ、うん、僕の話やんか。聞いてないやん。うん、そのままの人から。違う。本にするって聞いてないやん。そのままの人から。そのまま。え、何これ、引用？これ引用。いや、あかん、あかん、あかん。あるな。絶対あかんで。もうあかんで。絶対あかんで。ほんまに。でもさ、うん、これもう、僕の話やけど、あなた勝手に本にしてるやんか。本にしてる。ということは、僕がこの話をどっかでしたら、あなたに訴えられるってこと、うん、出版物になってるから。あの、また動画出す。二人で出そう。著作権みたいな。うせやん。被害者と加害者みたいな感じで、うせやん。まあ、最悪やわ。うーわ。もう怖いわ。もう勝手に本にするもんな、この人。座敷わらし人形のところあるんだけど、あ、はい、これね、うん、座敷わらしが出ることで有名だった緑荘っていう旅館がありましたねみたいな、うん、であそこの座敷わらしって亀太郎だか亀吉だかいう男の子いたと思うんですけどとか書いてないけど、うん、亀丸やねんそういうだからもう俺が横で喋ってる感じやねん。あ、なるほど。でももちろん注釈が入ってるから。いや、ちゃんと本当は亀丸みたいな。そうそうそう。そこまで文章にしてんの。そうそう。あ、それ面白いね。
そっちの方がリアルで面白い。でも、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、じゃあまあここに、載ってる呪物とかを実際に持って行って、うん、23、24、25、そうそう、生で見ますんで、ね、生で見れるし、うん、であの特大の藁人形も触れるんやったら触ってみろ、触ってあれ触ったらマジでやばいから。うそやん、うん、マジでやばい。もうそんなん持ってくんなんやもう。いや、ジャーミーはみんな写真撮ってください、ね、ああぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。くるって向いて、うん、呪ってやるから。全員が自分を凝視してくる。じゃあ怖いやん。いいから、もう早くもう車を出してくれ、もう早くしてくれ。何回もあるって言ったらそういうこと。誰か立ってる、立ってみたら白いもんやろ。